んばんは、中央競馬予想 Y 氏の馬券、今日は、前日発売ですね、日曜日に京都で行われますグレード3新山記念の予想をしていきたいと思います。第50回ですね、第50回新山記念の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。金牌は外しましたね。金牌は外れでしたね。地方競馬もちょいちょい買ってましたけど、まだ初当たりはやってない、初当たりは達成してないです。はい。でちなみに、僕ね、お給料日が10日でね、ちょっとお金がないもんでね、出るのが10日の夜だと思うんでね、新山記念は買えないです。馬券買えないです。はい、初当たりしてれば買えたんですけど、買えないです。こういう時来そうだよね、こういう時来そうだよね。まあ予想だけなんだけどさ、こういう時来そうだよね。はい。なのであんまおすすめはしないですけど、まあちょっとぐらい乗ってもいいかもしれないかもしれないです。つかないと思いますけど。はい。で、まあ京都の 1600m 外回り 1600m って言ったら、まあディープをはじめとするサンデー系の庭ですよね。はい。でまあ本命はですね、ちょっと人気どころですが、まあピースマインドにしました。まあデビュー戦ではね、まあ朝日杯フューチャリティステークスの勝ち馬のリオンディーズに、コンマ2秒差の2着で、続く2戦目も、ね、6馬身ちぎっての圧勝劇ということでね、やはり実力は上位だと思います。まあ過去2戦逃げてるようですが、まあ中断っていうかね、中断枠からすんなり、まあ先行できそうですのでね、逃げなくてもいいと思いますけど、多分逃げるのは13番の栗のシャンボール、栗のシャンボールですかね、が、まあ、前走 1200m で逃げてますんで、この馬が多分ラルクよりも速いかなと思いますんでね、この馬が逃げて、ラルクが2番手ピースマインド3番手ぐらいにつけて、直線抜け出てくるんじゃないかなと思いますんで、ピースマインドですね、本命にしたいと思います。で、対抗はラルクですね。牝馬、まあ翌日のフェアリーステークスじゃなくて、あえてボバートのここを選んだっていうのは、まあどうかなっていうか、まあそこで勝てると思ったのか、勝てると思っての出てきたんでしょうけど、まあわざわざ中山にね、中山に輸送して、しかもトリッキーなねコースで、もし外枠とか引いたら馬体ダメージ大きいでしょうからね、それよりもここで無難に使って、まあ行こうという感じもしなくもないかなと。まあボバー相手でも十分強いから、まあここで勝負をかけてきたっていう感じですかね。どうだろう、どう見るかな。はい。まあ消耗するよりもこっちの方を使った方が多分馬体的ダメージがないと思ったんだと思います、僕はね。はい。で黒三角は、まあ、逃げるだろう
栗のシャンボールの、まあ、逃げ残りですかね。 1200m で逃げ切れてないんです。まあ4着ですけど、前走ね、ちょっと映りが悪くてすいません、ちょっと映りが悪くて申し訳ないんですけど、4着、まあその時よりもペースはゆっくり逃げられるだろうと思いますんで、まあ血統的にもネオユニバースとキングカメハメハですので、まあ粘りきれるんじゃないかなと。この距離の方がね、忙しい1200よりもと思いますんで、まあ距離延長はプラスに出るんじゃないかなと思って、逃げ残りを狙っての、栗のシャンボールですね。あとはこのレース相性がいい、まあ占領賞組と朝日フューチャリティステークス組から、3頭ですね、ちゃんと取れてる、もう画面 見ずにこうやってるんだけどさどれだ、占領賞1着のごめんねブー、ちょっとすいません、ちょっとぐらついてますけど、レインボーラインと隣のロジクライ、それと朝日フューチャリティステークス6着馬の、2M レジェンドを抑えての、まあピースフルマインドが勝つでしょうね。3連単のピースフルマインド、ちょっとごめんね、ここか、こうからラルクの、こちら3点だね、3連単で、ピースフルマインド頭のラルク2着付けから、栗のシャンボール、レインボーラインロジクライ 2M レジェンドで、勝負をしたいと思います。あとここ馬単勝つときも、あ、買えないんだ、ここ馬単抑え、買えないんだよ、買えないんで、買うつもりでいたけど買えないんだよ。まあいいや、なんとかしよう、府中行けば買いに行けるか、買えるか、ネットじゃなくても買えるか、口座に入れるお金はないんだけど買いに行くお金ぐらいはあるか、馬券なので、まあ、3連単で、あ、つかないな、いいや、3連単で3点ですね、ピースフルマインドから、相手ラルクの、3着に、栗のシャンボールレインボーラインロジクライ 2M レジェンド、こうか、 2M4 点だね、4点で、勝負をしたいと思います。さて初当たりになるでしょうかね、はい、なんとか早めに当てたいですね、はい、明日は月曜日に行われます、中山で行われますフェアリーステークスの、前日予想をしたいと思いますので、そちらもご覧ください、はい、では、本日もご視聴いただき、ありがとうございますと、Please enjoy your horse racing. Bye bye.